はい、どうもどうも、日暮しなまつです。今回は毒水槽をちょっと変えてみようかなって思ってやってます。画像で、だんだんこう水草を植えたりとかしたりしております。動画撮ろうと思ったんですけど、ちょっと忙しくて撮れなくて申し訳ございません。こんな感じでだんだん出来上がってきました。とりあえずこの状態で水を入れました。はい、そんな感じです。なんか今回のコンセプトは、ちょっとどこにでもあるような感じの水槽になっちゃったんですけど、ちょっと道というか、ちょっとそういう感じで作ってみたかったのでやってみました。魚を入れていきます。こんな感じでエアレーションをして、で水合わせも終わったところです。温度合わせは大丈夫でしょう。多少てかずっと同じ隣に水槽を置いといたんで大丈夫かなと思います。でちょっとこれでも分かると思うんですけど、油膜が出てきちゃってますね。やっぱ立ち上げ当初は油膜が出てきちゃうって感じなんですけど、今もう魚たち入りましたね。でなんか油膜が出てきちゃうんですよ。なのでちょっと水位を下げて、外部フィルターの水が水面よりちょっと高くして、波を起こす形、海水みたいな、海水でいう水流ポンプを 上に向けるみたいな感じで、やったら油膜が一切なくなったので良、かったです。そんな感じでやっております。やっぱ水面を動かさないと油膜って餌をあげるときにこうブワッて広がっちゃうんで、結構見た目が悪いじゃないですか。なので、今回ちょっと処理しました。とりあえず二酸化炭素は入れないつもりなんですけど、発酵式のやつがまだ残ってるんで、水草の調子がちょっと良くなくなってきたら入れようかなって思います。一応水槽の中には二酸化炭素が必要な水草は多分入ってない、一応育てられるみたいなやつを入れてるんで、もしかしたら今度に石の隙間とかにヘアグラスを植えようかちょっと悩んでるぐらいなんで、その時に入れようかなって思ってます。とりあえずは、これでいきたいと思います。なんかもう黒ひげが生えそうな水槽なんですけど、照明時間を、なるべく少なめに5、6時間ぐらいに設定して、やっていこうかなと思います。2つの島をこう再現してみましたね。あとは左側の方に枝流木をもうちょっと追加して、右側みたいな感じにしていきたいと思ってます。なんかちょっとつまらない感じのレイアウトになっちゃったのが、ちょっとなんかどこにでもあるようなっていうか、なんかそういう感じになっちゃったのがちょっとミスったなって感じしたんですけど、これは綿にソイルをアマゾニアを入れて、でそこに水草を刺して、ぐるぐる巻きにしたものです。これなら草の調子が悪くなった時にそれごと取り出しちゃって、で中の土を変えちゃえばOK なんで、結構いい考えじゃないかなって思いました。みんなやってると思うんですけど、今回初めてちょっとやってみましたね。これならなんか土で生えなきゃいけないやつもこんな感じで岩の上に乗せたりとかもできるんで、ちょっと面白いかなって思いました。やっぱどうしても赤の水草をここの水槽の中に入れたかったので、2箇所そういうポイントを作ってみました。
もうちょっとなんかもう独創的な感じの水槽にしたかったのがちょっと心残りというかなんですけど、まああとあの化粧砂をもうちょい明るい色にすればよかったかなって思ってます。まあこれはもしかしたらオーストラリアの白い砂に総害、結構もうホースでガーって吸い取っちゃえば簡単に手綱は取れるんで、それやろうかな今度動画でってちょっと思ってます。うん、恋ベタがいますね。恋ベタは全くメスなんで、他の魚に攻撃することなく、まあ、最初の方ちょっと恋ベタの方がいじめられちゃってたんですけど、もう今は特に誰にも干渉されることもなくすることもなくで、いいバランスをとってるんで、よかったと思います。ここに入れる魚をちょっと赤色の魚が足りないかなって思うので、赤のレッドチェリーバルブだっけな、確かそういう感じの名前だった気がするんですけど、その魚を入れようかなと思ってます。まあとりあえずはこれで様子を見て、いい感じになったなって思ったらエビでもいいのか、レッドチェリーを入れるのもありか、まあ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 、なんかそういう感じでやっていきたいと思います。結構水も透明になって、まあ岩を動かすとなんか汚れが散らばるんで、まあそれをちょっとどうにか対策したいと思ってます。ではご視聴ありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いします。ではさようなら。